はい、酔っ払ってるわけじゃないですけど、勢い乗った時じゃないと動画なかなか撮れないので、まとめて撮ってます。ガッチャン劇場パート5。はい、前回お金というのは、一部のお金持ちによって支配されてるっていうお話をしました。まあ、それがどういうことかというのは、まあ、いっぱい検索してください。どこの国がどれくらい、どういうふうな、ふうな形でお金が発行されているとか、どういう人たちが、世界中のお金を牛耳っているとか、そういうことは、都市伝説じゃなくて、正式なデータとして出てきます。決して都市伝説ではありません。知ってるか知ってないかというだけなんです。はい。まあ、その中で、お金というものをお話をしていきたいと思うんですが、お金というのはですね、一律の価値にしてバーって並べたときに、全世界で流通するお金はもう決まってるんです。はい、決まってるんです。価値が、例えば、価値がビットコインによって変わったり、価値の基準が変わったりとか、ドルから円に変えて価値の換算が変わったりとか、まあそういうことはありますよ。あるんですが、世界中にあるお金っていうのはもう決まってるんです。はい。もうお金すればね、もちろんお金増えていくんですけどね。すればそれだけ増えていくんですけども、その分価値が小さくなるわけです。要するに価値としてのお金の総量は決まってるんです。はい。でですね、結局お金がどういう、お金を支払ったり支払わなかったりということを考えたときに、例えば、私から、誰々に、1万円で私が誰々より、誰々からね、貴重な本を買いました。買った時に私はのお金は減った。彼のお金は増えた。でも世界中のお金はみんな決まった分しかないので、減ったり増えたりしないでしょ？つまりお金は移動しただけなんです。わかりますか？お金は単純に、私からお金、本を売ってくれた彼のところに移動しただけなんです。つまりですね、世界中のお金が増えたり減ったりすることはありません。では、はい。一部のお金持ちというか、お金、貧乏な人も、貧乏じゃない人も世界中いっぱいいますね。まあ実際皆さんどっかでも聞いたことあると思うんですが、まあ本当のお金持ちってのはごく一部です。某なんとか財団というところが世界中のお金の 50% を、持ってるともいうお話も、まあちらほら都市伝説みたいな話はありますけど、どっちにしても、お金持ちがいるってことは、それなりの貧乏人がいるんです。はい。で、多くのお金を儲けたということは、それを、例えばね、私が1000億儲けたとします。そうすれば、1000億に見合った人が貧乏になってるってことなんです。わかりますか？大金持ちが一人できるっていうことは、それに見合っただけのいっぱいの貧乏人が増えるってことなんです。お金の移動ということは。そこが非常に大きな問題だと思いませんか？はい。僕らね、私たちね、みんなね、戦争がいいとか思ってる人はいないと思うんですよ。でもね、実際戦争なくないでしょ？戦争がなぜ起こるかというと、経済を回すために起こるんです。まず一番最初の動画の方で言いましたけども、お金って貯めてるだけではね、貯めてるだけでは全然経済の役に立たないわけですよ。はい。貯金成長に貯金してます。そういう人、あなたは世界平和のためになってないんです。貯金してる人は全部使ってなんぼなんですよ。はい。でもね、みんな貯金するのわかるんですよ。だって、これから先不安じゃないですか。お給料入ってるかどうかわかんない。そう。でも世界は本当はお金を使って回さないと裕福にはならないんです。はい。じゃあお金を強制的に回す手段として用いられる方法が戦争なんですね。なので、皆さんね、はっきり言いましょう。貯蓄している人、あなたは戦争犯罪者です。そんなわけで、貯蓄の悪がどうのこうのってお話は次には引き継がないんですけども。では、じゃあ、平和とは、戦争とは、戦争がない未来をどうやって作っていったらいいかってお話に次回から踏み込んでいきたいと思います。ガッチャンでした。またね。